はい、どうも、コミーです。さて、本日もこちら、関西クラクラクラブのホームからお届けしたいというふうに思うんですけども、本日はですね、フレンド対戦ですね、こちらのティンクルアイズさんとやらさせていただきました。いやー、これもですね、負けました。なんか最近、あれですね、ちょっと負けがかさんでるなーっていう気がちょっとしてるんですけども、フレンド対戦ですね、ちょっとそろそろここで流れを変えたなーっていうふうに思うんですが、前ね、一回ティンクルアイズさんとは、野良対戦でこう、マッチングして、で、その時は確か星1の差で、我々が勝ったのかな、辛くも。で、今回、リベンジ戦でということでね、申し込まれてですね、受けましょうと、いうことでね、受けたら、まあ、こんな感じで、まあ、10倍返しぐらいにね、やられてしまったということなんですけども、本日のね、話っていうのは、まあ、この中にもいろんな展開がありましたけど、まあ、大体ですね、4つにこう、まとめることができるかなと思うんですよね。で、本日は、この環境下で、この4つを押さえておけば、まあ、ほとんどの、村に対応できるんじゃないのっていうね、その、なんていうのかな、あと、主力メジャー級の4戦術っていうのを、お話ししていきたいというふうに思います。で、ですね、合計は4本のリプレイになってくるんですけども、まあ、まずは鉄板からいきましょうかね。こちらですね。この、イクオールさんかなが攻めた、このアタック。イエティですね。イエティラッシュ系の戦術で、投下弊社を使ったっていう、まあ、そういう組み合わせのものです。で、これがめちゃくちゃですね、やっぱりメジャーで強いんですね。どんな配置にいいかっていうと、まあ、今回のベースみたいにですね、クイヒーをなかなかやりにくい。特にこうクイヒーが入っていくと、まあ、シングルインフェルノとか、まあ、防衛軍とか、まあ、ロイちゃんとかにこう、たげられて、なかなかね、クイヒーを動かしにくいっていう配置。で、ここにクイヒー入ったら今度、ファンホールに攻撃が当たらないのでね、ダメとか。まあ、こういう場合には、おでヒーを使うっていう手がありますよね。今これやってるように、グランドボーデンにこう、ヒーラーを当てることによって、シングルインフェルノにたげられてもですね、こんな風に、レイジーのグランドボーデンのパンチ力で押し切ることができるっていうね。そういう、強さがあるので、結構使い勝手がいいです。どんな配置にも使える。ただ、ポイントとしては、こういうですね、長細いこういうエリアがありますよね。これに逆らわないように、まっすぐこう攻めるのがいいんですね。これ、うっかりですね、こっちからこう攻めちゃうと、ジャンプの呪文を、まあ、1個、2個使って、やっと、ここまで入れる。この、両脇のここがね、こう、ケアできないみたいな、こういうような形になってしまうケースがあるので、これは、絶対ダメですね。ではなくって、しっかりとこの、縦のこのね、壁のライン、これを上手に使えるように進行方向をその壁の、そのなんていうのかな、向きに合わせるというか、いうふうに使っていくといいです。で、グランドオーデンのオデヒーカットからイエティとボラを一気に中心部流し込んで、まあ、こんな形ですね、タウンホールのところでしっかりトームが当てられたらなおベストだったんですけども、これでイエティとボーラーが、ヒーラーと一緒になってこうどんどん前に進んでいくと。で、投下者の中にはホグライダー入れておきます。で、入れておいて、そのホグライダーを縦にしながら、ロイヤルチャンピオンがこう駆け上がるようにタイミングを見計らって出していくんですね。で、まあ、そういう風に形にすることによって、終盤までロイちゃんが、ダメージをね、受けずにこう、生き残ることができるということですね。ね、イエティが届かないようなこの外周の防衛に対してもロイヤルチャンピオンがしっかりとこう、ダメージを与えていって、刺していってくれるっていうことになるので、こんな形で全開取ってくるということですね。で、ポイントは、やっぱりこのグランドオーデンのオデヒーパートですね、これが。これがまず第一のポイント。で、イエティたちを、中央に出していくんですけども、まあ、丸に書きたいんですが、実はここに、キングと、豪華弊社を、これをね、書き出すんですね、丸に。で、そうすることによって、こんな風に、ラインをしっかり作ってあげて、イエティたちが、まっすぐ、その、なんていうのかな、グランドオーデンのオデヒでカットした部分、ここのカットした部分と、キングと豪華弊社でカットした部分、この間をこう縫うようにして、イエティが、走っていく、まあ、こんなようなね、プランニングで組み立てていくこの3層構造っていうのが、一番、覚えておくべき、まあ、重要なポイントになるのかなというところですね。で、これがまずイエティ系のラッシュ戦術ですね。これに一応、まあ、派生系としては、呪文ジャンプの呪文とかね、レイジを少し減らして、コウモリを持っていくっていう手もありますね。イエティバットっていう、まあ、これも結構メジャーなんですけども、まあ、基本系はこのイエティのラッシュ系かなというふうに思います。で、次見ていきましょうかね。次はカンクラ側のアタックですね。これ見ていきたいと思うんですけども、ヒヨさんがやっている、このね、ディガホグ、まあ、これはやっぱり、まあ、万能性で言ったらかなりやっぱ高くて、クイヒーが使えるような村に対してはかなりその使い方がいいですね。で、ポイントは、今クイヒーこうスタートしてますけども、
このクイヒーパートでですね、相手のファンホールと応援軍、これを両方とも落とせるかどうかっていうのが一つの大きなポイントです。まあ、言ってしまうと落とせなくても、まあ、やれないことはないんですけども、なるべくならここが落とせるような村に使った方が効果的かなっていう気がしますね。で、今回の例で言えば、どうだろうな、本当はですね、僕この突破兵器に関してはボマーではなくて、なるべくなら投下兵舎を使った方がいいかなっていうふうに思うんですけども、今回のキヨさんの場合はここをしっかりこうねカット、しておくことによって、クイヒーがこのね壁の中からタウンホールを殴れる。でかつ防衛軍、これをボマーの中に入ってたこうイエティで釣り出すっていうことをして、火力の高いタウンホール周りにクイヒーが到達する前に防衛軍処理をしてしまうという意図がありましたね。で、こんな形で、ですね、クイヒーで相手の防衛軍とタウンホールを叩いたら、あとはディガホグを展開するんですが、これで投下兵舎があったらね、このキングに合わせて、ここに投下兵舎をこうね、打っていくっていう手が、結構いいんですよね。で、この外周をこう、削らしていくっていう方法がいいんですけども、まあ、ボマーを使っちゃっているっていうようなこともあって、カットはキングだけですね。で、外周カット。でからのここに関しては、まあ、こんな形で、クイーンでカットしていく。で残ったここにディガーとホグライダーっていうのを一気にこう刺していくっていう感じですね。でこのディガーとホグライダーの、両脇をクイヒーとババキンで、固める、まあ、この3層構造っていうのが、以前もちょっと動画出したかもしれないんですけども、このディガー保護をする上では非常に重要です。キングだけだったんで、ちょっとね、この辺の爆撃とか、ウィットなんかが残っちゃっていますね。投下兵舎があったらおそらく残んなかったんでしょうけど、まあ、その結果、こうやってロイヤルチャンピオンがそっちに引きずられちゃうと、まあ、いうことがありますが、まあ、そんな大事故には全然なってないですね。このまま押し切れるという形です。で、この戦術のいいところっていうのは、もうクイーンがですね、タウンホールと防衛軍の処理さえしてくれれば、あと最悪もうクイヒーがその後やられちゃっても、ヒーラーがディガーホグライダーにこうスイッチするんで、なんていうのかな、そのヒーラーを無駄遣いしてしまうようなリスクっていうのが結構低いんですね。という意味もあって、この、なんていうか、ディガホグっていう戦術はすごい安定感が高いと言われているゆえんかなというふうに思います。はい、ではこれ3つ目ですね、行ってみたいと思います。ここからは空です。空2連発で行きたいんですけども、ライトニングラバルですね。まあ、これはやっぱりもう今、戦術の中では外せないような位置づけになっている、ライトニング戦術のもう決定版みたいなやつですね。で、ポイントはやっぱりこのクランの城、あとは投石機でアーチャークイーン、こいつらをまとめてこんな風にライトニングの呪文で落としちゃうっていうね、そこにありますよね。で、こうすることによって、空を回すときに厄介になってくる相手の、防衛の主力アーチャークイーン。で、投石機、もう範囲攻撃のもう最悪の、バルーンの天敵ですよね。落としながら、クランの城を壊してしまうっていう、まあ、その、利点がどこにあるかっていうと、防衛軍出てこないんでヒーローバートがアホみたいに伸びるんですね。全然ヒーローたちが止まんないという状況になります。その今回のケースで見てみても分かるように、このババキンとアーチャークイーンが今、このマルチインフェルノとか、さらにこう2個目の投石機を下げろというところまで来ているんですけども、まあ、本来こんなら防衛軍出てくるんですよね。出てきてストライカーなんかが来てた場合には結構、ババキンあっという間に落とされたりして、まあ、大苦戦するはずなんですけど、全くその気配がないですよね。で、ロイヤルチャンピオンもこの投石機に、アタックしていって、もう、ラバルを回す前に投石機、2個ないで、相手のロイヤルチャンピオンもアーチャークイーンもいないという状態なので、もう怖い防衛ってイーグル砲とあとタウンホールしかないっていうことなんですね。で、この攻め方のポイントっていうのは、なるべくタウンホール、投石機を多く壊すような形でライトニングを使っていくってことに、まあ、1個あります。で、今回みたいにさらにそのアーチャークイーンがその付近にいる場合には、ライトニング7発を巻き込んで、アーチャークイーンに当てるようにして、アーチャークイーンも落としちゃうっていうね、ことをしていくのがポイントで、それをしながら、なんていうか、ここを削りますね。この真ん中をドバンとこうライトニングで削っていったら、今のこのミトちゃんさんみたいにここですよね、ここ、ここをヒーローで削ることによって、残ったルートっていうのがもうこんな風に限定されていくじゃないですか。そこにバルーンを流していくっていうね、なんですね。なので、相手の主力の防衛をライトニングで潰して、ああ、終わり終わりではなくてですね、そこからいかにしてバルーンのルートを作るかっていう、その辺を意識しながらヒーローパートを、ね、展開していく。まあ、それが重要になってきます。で、まあ、今回のケースで言うと、まあ、こんな風に、ね、バルーン流していったんですが、じゃあ、ここ、
削った後にタンホールもね当然ながら削りたいですよね。で削ったらどうなるのっていうと、多分こういう風に削れたと思うんですね。こういう風にヒーローで、仮にタウンホール周りをヒーローでこう狙ったらですよ、削れたという風に思うんですけども、そうした場合ってラバルがこうぐるっとすごいね、あの L 字を描いてこんな風になんかその回る距離が長いですよね。そうするよりはミトちゃんさん、ここの真ん中を削っておいて、こんな風に広くね、ヒーローで削りをタウンホールに当たらないけども入れておくことによって、バルーンのルートをなるべくこう直線的にしたというね、そういう工夫のあるヒーローパートだったかなと思います。で、タウンホールに関しては突撃艦で K ができちゃうんですよね。あの今回のボンボンさんの配置すごいこの天才攻めにこの弱い配置になっていて、タウンホールのもう壁際ギリギリまで、タウンホールのこの外周ギリギリにこう壁を設置してるから罠がもう全然置けるスペースないですよね。でこうなってくるとこのスネークゴブリン 5体っていうのがタウンホールにもう届いた段階でもう確定でタウンホールを壊してくれちゃうんで、もうすごい相手の怖いね防衛1個を突撃艦1個でもどんどん一気に削っていけちゃうという、特徴があります。今回のボンボさんの配置みたいに、中心部にこう投石だったり、クランジョー、あと相手の、アーチャークイーンか、をこう密接しても置いちゃうっていうのは、完全にこれ、このライトニング戦術を使えるような、ケースを生み出しちゃうっていうのと、あとタウンホール周りのこの、壁の置き方ですね、いうところが、この両方ともなんて言うんでしょうね、こんな風な形で、当てはまる場合にはライトニング戦術めちゃくちゃ使いやすいので、もうそれをすぐに選ぶっていうのもありかもしれないですね。で、ちょっとねこれは余談になってくるんですけども、ミッセルテさん今回星11かな2アカウントで出てめちゃくちゃボコボコに取ってくれてね、ちょっとなんとか私の村が最後防衛頑張ってくれたっていうのがあるんですけども、今回のミッセルテさん1個取ってきた前回の中にこのホグライダー使ったライトニングがあります。でこれどういう場合に使うのかっていうと、エアスイーパーが生きちゃう場合なんですね。今回ミッセルテさんってここにライトニングをドンって打っていきます。あの相手のアーチャークイーンと投石機、あとは、クランジョンに打っていくんですけども、で壊した後でも残念ながらこのエアスイーパーが2個こう残っちゃうんですね。こういう風にこうするとエア、呪文をねもうほとんどライトニングパートにこう使っていっちゃってるじゃないですか。8枠やっぱり使っていっちゃうので、もう残り5枠しかない、呪文の枠っていうのをエアスイーパー対策のフリーズだったりヘイストに回すっていうのはすごいね、あの非効率的になります。なので今回ミッセルテさんはこのエアスイーパーを無視できる陸編成に切り替えて、ライトニングホグっていう形で取っていきました。まあ、このねライトニングホグはちょっと私の前の動画でも紹介しているので詳しくはそこを見てほしいんですけども、このライトニング戦術の、メジャーなパターンとしては、バルーン、あとホグライダー使うパターンというのもあります。まあ言ってしまえばそこからディガホグもイエティもあるんですけども、そこまで言うともうキリがないので、あくまでライトニング戦術は基本バルーンというふうに覚えておいてもらって、たまにですね、今言ったようにエアスイーパーががっつりある場合にはホグライダーを使うというふうな使い分けでいいんじゃないかなというふうに思います。でラストですね、これは自分のアタックちょっと見てもらいたいというふうに思うんですが、ドラバルですね。これもね意外といいんですよね。ちょっとねこれ序盤、ミスがあるのであまりかっこいいその序盤展開ではないんですけども、ライトニングを使って、邪魔なエアスイーパーと対空砲をこうまとめて折れちゃったりする場合っていうのはめちゃこの戦術のアドバンテージが取れます。で中に入っている援軍がアーチャーとストライカーで、あと、ラバーハウンドだったんで、もうラバーハウンド無視できるなということでね、なおさらこの空を使いました。で、どんな場合に使えるかもう少し細かく言うと、相手の対空砲が対地に向いていることが多い場合、残念ながら今回思いっきり対空になっちゃってるんですけども、なんていうのかな、相手のまず防衛援軍が、ラバーハウンドで、ドラゴンを打っていけば無視できるなというふうに思ったのと、この村の形ですよね。私的になんとなくこう細長いのが分かりますかね。細長いので、ドラゴンたちっていうのが密集して進んでくれるような、村になってます。そういうのもね、ドラバル戦術っていうのを使うポイントになりますよね。で、この、ね、ドラバルを使っていってタウンホール投石機の部分、突破していってしまえば、あとは、イーグル砲シングルインフェルノ、あとこの辺ですよね、もうドラゴンたちの惰性プラスロイヤルチャンピオンも最後までこう、使わずに取っておけるなというふうに思ったんで、後半こんな形で出すことによって全然ですね、陸の防衛、がっつりロイちゃんで削っていくことができるというところですね。
まあ、陸の防衛っていうか、なんて言うんだろうな、陸パートで、空のそのドラバルの進軍を助けるような感じですね。ドラバル使って一番怖いのは、外側にこうバルーンとかドラゴンがこうね出てきちゃうのが怖いんで、今ちょっと出そうになったんで、ロイちゃんを、こちら側のね、四字方面からこう打っていきました。まあ、これがもしもドラゴンたちが逆にですよね、こちら側十字方面にこう出そうになったら、まあ、ロイちゃんは多分逆から打っていっただろうなというふうに思いますね。そこはもう臨機応変に、なるべく後半でロイちゃんを出して、ドラゴンたちが外にそれないようにこうサポート入れようという気持ちでやってましたね。でこのですね、ドラバルっていうのも実は全くそのままゲスキングさんというですね TH コンプリーターさんの、プレイヤーの、ドラバルのその使い方をもうパターン化してもうパクっちゃいました。でもうその通りまやってるんですけど、そのですねゲスキングさん流の、ドラバルっていうのも2週間ぐらい前、3週間ぐらい前かな、もう特集で動画にしてますので、ぜひね、ドラバル興味のある方は、そちらも見てもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日この、トゥインクル、アイズさんとのですね、フレンド体制の中から、今の環境で、一番ですね、やっぱり、メジャーどころになってくる4つの戦術、お話をさせていただきました。まあ、今回の最後のマドラゴンにしても、まあ、ドラグバットっていうね、コウモリの呪文を混ぜるパターンだったりとか、まあ、EAT にしてもコウモリ使えるし、当然派生系はいっぱいあると思うんですよ。でもその派生系っていうのを初めからもう覚えていこうとするとめちゃくちゃ、覚える戦術の幅が広がっちゃうので、まあ、個人的には今回紹介したこの4つの戦術っていうのを、まずは身につけながら自分に一番しっくりくる戦術をこう探していって、で、その戦術を基本にしながら派生を身につけるっていうのがいいと思いますね。ハンターハンターでね、念能力っていうのがあるんですけど、自分のね、得意なその変化系、具現化系、強化系とかこうあるわけですよ。で、全部一気にやろうと思っても結構きついものがあるんで、自分が一番得意な戦術をまず一個作って、それを軸にしながら、そこからいろんなアレンジメントを加えていく。EAT だったら EAT、のご利用し系の戦術をしっかりこう使えるようになってからコウモリを使うようにするとかね、いうような感じで、派生を作っていくと、まあ、近道かというふうに思うので、ぜひですね、その場合の基本になる4つが多分これだと思います。この4つの型を、いろいろいじってみて、自分なりにしっくりくるのを、探してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、いろんな戦術試しながら楽しんでいってもらえたらと思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またですね、今後もこういった、動画どんどん投稿していきますので、ご視聴いただけると嬉しいです。また、関西クラクラクラブですね、まだまだ、GWC もこれから始まって頑張っていきたいと思ってますので、対戦大好きという方もですね、遠慮なく遊びに来てもらえたらすごく嬉しいのでお待ちしております。ということで、本日動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。